裏カジノですか。面白そうですね。店の名前が B って言うんだよ。結構繁盛してるんだよ。そうなんですね。裏カジノってどんなことやってるんですか。主にバカラかな。結構利益も出ててね。利益はヤクザに回してるから店も守ってもらってるんだよ。ぜひ今度行かせてください。昔からスポーツ界ではヤクザなどの裏社会とのつながりで引退を余儀なくされたスポーツ選手はたくさんいました。今回はヤクザとつながっていた男子スポーツ選手12選、実はあの人はバックで反社が決物していたをお送りします。はじめは亀田親子です。亀田親子といえば長男幸喜さん、次男大輝さん、三男和樹さんを実の父親でありトレーナーである志郎さんが指導し、世界チャンピオンを目指す姿がテレビ番組で特集され話題になりました。父と子が熱い絆で世界チャンピオンを夢見て挑戦する姿が感動を呼び注目が集まりました。そんな中2006年には長男幸喜さんが初の世界タイトルを獲得しますが、この世界タイトルマッチには別の噂があったのです。会長、今日はこのような講演会を開いていただき本当にありがとうございます。いや亀田兄弟、面白いやないか。応援しがいがあるわ。いや僕らも山口組の花房会長がバックについてくれはるから心強いですわ。おう、日本のボクシング協会ともつながりあるから任しときや。ありがとうございます。当時山口系組織の会長が亀田兄弟の講演会会長も務めており、関係者を驚かせた一幕もありました。亀田親子に睨まれたら厄介なことに巻き込まれそうですね。続いては元キックボクサーでケンムーンこと相良正幸さんです。相良さんはアマチュア地下総合格闘技界からその後 K-1 にも出場した経歴を持っていますが、その後不祥事で活動停止になり表舞台から姿を消していきます。おお姉ちゃん、英傑してるやないか。やめてください、ここの店はそういうお店じゃないですよ。そんな固いこと言うなよ。なあ胸触らせてや。ああもうやめてください。あかん、もう我慢できひんわ。一緒にトイレ行こう、すぐ終わるから。やめてよ、助けて。もともと相良さんは大阪の南を拠点とするハングレ集団ケンムーングループのリーダーで、南では好き放題していました。この日あるバーで女性に暴行し逮捕されてしまいました。マーサ、とんでもねえ情報が入ったよ。なんだよ。あの前田明が主催している格闘技のアウトサイダーを大阪で開催しようとしてるらしいよ。なんだそれ、前田かなんだか知らねえけど大阪で勝手な真似はさせねえよ。大阪で開催している地下格闘技イベントの看板選手だった相良さんは、大会の趣旨が重なっている格闘技イベントアウトサイダー開催の情報が入り怒り狂ったそうです。次から次へと出場予定選手を脅迫していきます。よ、久しぶりじゃねえか。な、なんだよ急に。今度大阪でアウトサイダーって格闘技の大会をやろうとしてるのはお前も知ってるよな。知ってるよ。それがどうかしたのかよ。お前出場しようとしてるらしいじゃねえか。そうだよ。なんか文句あんのかよ。文句もなんもねえよ。今すぐ辞退しろや。なんだお前、お前にそんな指図を受ける義理はねえ。お前、俺のバックに誰がついてるのか分かってて言ってんのか。なんだよバックって。もし出るなら兵隊連れて行ったるから覚悟しとけや。な、なんだよ脅迫すんのかよ。
俺の兵隊はな、山口組の行動会とつながってんだよ。一声かけりゃ命かける奴がいくらでも動くぜ。どうする？それでも出るのか？わかったよ。辞退すりゃいいんだろ。わかりゃいいんだよ。いい子にしてな。地下格闘イベントの背後にはヤクザが絡んでいることが多いのですが、相良さんがまとめている大阪の半グレの集まり剣門グループは、大阪で山口系組織と強いつながりを持っていたため逆らうことはできませんでした。後日相良さんは強要罪の容疑で逮捕されます。スポーツ選手とはとても言えない人物です。次は元プロボクサーの渡辺二郎さんです。渡辺二郎さんといえば元スーパーフライ級世界チャンピオンとして有名ですが、引退後はヤクザに所属していたことが判明しています。2012年には恐喝未遂罪で逮捕されています。おー、よく来てくれたな。はじめまして。今日はどういったご用件で？そうやな、早速本題に入ろうか。あんたのところの会社から羽賀健二君4億借りてるらしいな。そうですが、なぜ渡辺さんがそのことを？ま、それはええがな。今日はその相談やねんけどな、債権を放棄してほしいんや。放棄？そんなことできるわけないでしょ。おう、そんな大きな声出すなや。簡単なことやないか。この書類にサインだけしてくれたらええだけやから。債権放棄確認書？本社は羽賀健二氏に対する債権を全面的に放棄いたします。今後異議申し立ては行いません。ああ、そうや。ただとは言わん。1000万は支払うつもりや。1000万って4億ですよ。それがなんで1000万になるんですか？つべこべ言うてないで、はよ証明せえや。証明せな、どこかへ連れて行かれるで。そんな。命の危険を感じた男性はしぶしぶ署名をしました。後日渡辺さんと共に恐喝の疑いで山口系暴力団幹部2名が逮捕されます。こうして暴力団組織として活動してきた渡辺さんは犯罪行為を繰り返し、逮捕は5回に及びました。続いては元プロ野球選手福田聡さんです。福田さんは巨人の選手として入団しましたが、ギャンブル好きが有名で、ついにはヤクザと密接につながっていきます。先輩、今日僕の同級生も呼んでるんですよ。いつもお世話になってます。お疲れさん。今日はゆっくりしていってね。ありがとうございます。先輩、お久しぶりです。おお、久しぶりだね。どう？仕事は。巨人もピッチャーが多いから大変だよな。そうですね。先輩、仕事どうですか？いや、全然だよ。そうですか。何か困ったことがあったら言うてくださいよ。いくらでも行動会動かせますよ。行動会？お前何を言ってんだ？いやー先輩、大きな声では言えないんですけどね。これが行動会の幹部の電話番号なんですよ。お前。福田選手はヤクザが運営する違法賭博の常習者だったそうで、野球賭博が表沙汰になった時もあいつならやりかねないなという声がほとんどだったそうです。次は中日ドラゴンズの監督立浪和義さんです。
立浪さんといえば中日ドラゴンズにドラフト1位で入団し、新人王やゴールデングラブ賞などを獲得し、中日の中心選手として活躍しました。引退後も監督として活躍しています。しかし立浪さんの奥さんはヤクザの娘だそうです。立浪さんは奥さんのお父さんがヤクザだとは知らずに付き合っていたそうで、実家に挨拶に行った時に初めて知ったそうです。立浪さん自身についても黒い噂が流れています。すみません、助けてください。どないしたんや立浪は。実はやらかしてしまいまして、この前遠征先のホテルにデリヘル嬢を呼んだんですけど、無理やりやったら女が訴えるとか抜かしまして。まったく荒いことするね立浪班は。女と店のマネージャーが警察に被害届を出したみたいで。わかった、収めたるわ。任しとき、タコをつくで。ありがとうございます。その後この事件は闇に消えましたが、未だに噂だけが残っています。立浪さんについては他にも不倫や暴行事件などの噂がありますが、ヤクザが揉み消しているとの話があり、未だ表舞台から消えることはありません。次は元プロ野球選手の山根義信さんです。山根さんは横浜ベスターズの前身である横浜太陽ホエールズに入団し、捕手として活躍しました。しかし引退後には暴力団に所属し逮捕されています。この度は本当に残念です。ご冥福をお祈りします。本当に皆様にはお世話になりました。ありがとうございました。それで奥さん、ご主人から車の購入のこと何か聞かされてますか？車？いや、何も聞いてませんが。そうですか、それは困ったな。実はね、僕の友達から車の購入代金を預かっていてね、ご主人から300万支払ってもらうはずだったんですよ。300万円？参ったな、どうしようかな。死んじゃったら払えないですよね。それはそうですね。本人が支払えないなら奥さんに払ってもらうしかないな。僕の後ろにはね、ヤクザもついてるんですよ。山根さんは亡くなった友人の奥さんに嘘を言って総額300万円を騙し取りました。しかしこれでは終わりませんでした。山根さんはヤクザの資金集めのために友人の奥さんから何度もお金を騙し取り、その金額は2000万円以上にもなりました。引退後の犯行とはいえ、プロ野球選手のこのような行為に残念な限りですね。次は読売ジャイアンツの中田翔選手です。中田選手といえば名門大阪桐蔭高校出身、甲子園で大活躍し日本ハムに入団。後輩への暴力行為で無期限出場停止を受けた後巨人へ移籍。実は中田選手のお父さんはヤクザだという話があります。中田選手のご両親は中田選手が中学時代に離婚し、お母さんが一人で育ててくれたそうです。原因はお父さんがヤクザであったからではないかと言われています。父親の血を引く中田選手もヤクザとの関係が噂されています。今日は忙しいところありがとね。いえ、とんでもないです。ありがとうございます。今度さ、俺がやってるカジノに遊びにおいでよ。カジノですか？楽しいぜ。まあ一応裏カジノって扱いになるけど。裏カジノですか、面白そうですね。店の名前が B って言うんだよ。結構繁盛してるんだよ。そうなんですね。裏カジノってどんなことやってるんですか？主にバカラかな。結構利益も出ててね。利益はヤクザに回してるから店も守ってもらってるんだよ。今度ぜひ行かせてください。裏カジノを経営していたのは建設会社社長の大竹という人物で、その人物がヤクザと深いつながりがあったようです。中田選手とも黒い交際があったことを週刊誌が報じています。次
は大相撲力士の琴光圭司さんです。琴光さんは佐渡ヶ嶽部屋に所属していて大関として活躍しました。2010年に野球賭博問題で日本相撲協会から解雇処分を受け引退しました。おい琴光、お前が賭博に手を出していることは分かってるんだよ。え、何のことですか？しらばっくれても無駄だよ。こちらは裏がしっかり取れてるんだから。野球賭博、人違いじゃないですか？このことが世間にバレたらお前の相撲人生もこれで終わるぞ。別にあんたが憎いわけじゃないんだよ。口止め料さえ払ってくれれば俺たちは何も知らなかったことにしてやるぜ。わかりました。で、金額は？1だな。 1?1000 万ってことですか？バカ野郎、1って言ったら1億だよ。1億?後に琴光さんら大相撲力士が複数に野球賭博に関与した疑いで逮捕されました。大相撲は昔からヤクザとのつながりが濃い世界のようです。次は現役プロ野球選手、巨人のオコエ瑠偉選手です。オコエ選手は甲子園で活躍し、高校卒業後は東北楽天ゴールデンイーグルズ、巨人で活躍していますが、ヤクザ主催の宴会に出席していたことを週刊誌が報じています。宴会の席上、酔っ払ったオコエ選手は上機嫌でヤクザの要望に応えていたそうです。オコエ選手が参加していた宴会で傷害事件が発生し、大怪我をさせたヤクザ一人が逮捕されました。そのことで宴会に同席していたオコエ選手にヤクザとのつながりがある事実が明るみになりました。オコエ選手は本人がヤクザや反社会的勢力と交際していた事実を否定しているそうですが、本人は知らなかったと言って白を切るしか方法はないでしょうね。でもヤクザとのつながりはそう簡単に切れるものではありませんから。今回はオコエ選手本人だけでなく球団側にも対応が甘いとの指摘の声もありますが、あまりこのことを深掘りするといいことがないということも球団はよくわかっているのだと思います。もともとオコエ選手は素行が悪くて有名ですから。選手とヤクザのつながりで問題になる日はそう遠くはなさそうですね。続いては元プロ野球選手、橋本清さんです。橋本さんは巨人の投手として活躍し現役を引退、その後はプロ野球解説者としてテレビなどで活躍していましたが、ヤクザとの交際を理由に事実上プロ野球界を追放されてしまいました。雑誌記者のものですが、橋本さんとヤクザとの交際疑惑が噂されていますが、それについて何かコメントいただけませんか？いや、そんなことないです。全く知らないです。橋本さんがヤクザと現役プロ野球選手との橋渡し役になっているという報道もあるんですが、そんなことあるわけないでしょう。最初は否定していた橋本さんですが、新聞には巨人 OB 橋本清氏と関わるなとの大きな見出しが打たれ、ヤクザとの関わりがあることを報道されます。12球団の選手会が橋本氏との付き合いを持たないように全選手に徹底しました。次は元プロ野球選手の笠原雅樹さんです。笠原さんは2015年巨人で発覚した野球賭博事件の主犯者で、巨人の現役選手を引き入れ4名が逮捕されるという大事件になりました。暴力団の昔からの主な収入源は麻薬密売、それに売春管理、企業恐喝などですが、中でも野球賭博はリスクが低く収益も確実です。暴力団の大きな収入の柱と言っていいでしょう。笠原氏が逮捕されたのは賭博会長取り幇助の疑いといって、賭博の仕切り役だったと見られています。野球賭博などの場合、暴力団構成員が直接仕切り役を担うことは少なく、今回の事件でも幇助の疑いで暴力団ではない笠原氏が担ったと見ていいでしょう。最後は元
プロ野球選手の清原和博さんです。清原さんといえば甲子園で数々の記録を残し、プロ野球界入り、野球界の番長としても多くの歴史を残す人気の選手でしたが、選手の晩年は黒いつながりが噂されていました。清原さんはもともとヤクザに憧れがあったようで、この時は小躍りして喜んでいたそうです。いつしかチームでの清原さんの発言もヤクザのような物言いに変わっていったといいます。お前らええか、我々の世界で一番大事なのは義理や。義理人情だけは絶対大事にせなあかんぞ。ヤクザの世界に憧れを持っていた清原さんは積極的に交流を持つようになります。特に関西の暴力団とは親密な関係でした。清原さんとヤクザとの関係はさらにズブズブになっていきました。その後違法物にも手を染め、野球界から転落してしまいました。ヤクザとスポーツ選手って昔から切っても切れない関係なんだな。ヤクザの方も何の目的もなく有名スポーツ選手に近づいていくことはないですからね。最後は利用されて終わっているような感じもしますね。そうだよな。スポーツ選手はすごいプレッシャーの中にいるんだろうから、気持ちもわからないでもないけどな。一時はケツ持ちしてもらっていいように思えるけど、最後はネットや週刊誌で晒されているからな。本当ですね。今こうしている間にも誰かと誰かがつながっているかもしれません。次は誰がニュースになるのか楽しみですね。